今日はヨハネの福音書8章を読みたいと思います。ヨハネの福音書8章1節から11節の御言葉です。皆さん探せましたら私が1節から読みたいと思います。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてから、イエスに言われた、先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言われたのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らは問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人、あの人たちに今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った、誰もいません。そこでイエスは言われた、もしもあなたを罪に定めない、行きなさい、今から決して罪を犯してはなりません。私たち IYF はイエス様の名によって始まりました。この人生の本当の変化をもたらした方がイエス様でいらっしゃいますが、ヨハネの福音書を読んでみると、イエス様と会って人生が変わった話がたくさんあります。ヨハネの4章のサマリアの女がそうでした。また5章の38年なる病人もそうでした。そしてこの目の遠い盲人もそうでありました。そして11章では死んだラザロもそうでした。皆さん、イエス様は私たちの人生を変えてくださる驚くべき神様でいらっしゃいます。私はこのキャンプの間、イエス様がどうしたとき皆さんの人生が変わるのか、働けるのか、その話をしたいと思います。皆さんが人生を生きる中、苦しいことだって大変なことだって難しいこともあると思いますが、そしてより明るい、より幸せな日に向かって生きているのが皆さんであります。しかし私たちが計画した中でもどかしいことに、この幸せでない、また恵まれた生活ができない人たちがいます。ヨハネの福音書4章にはサマリアの女に関する話がありますが、彼女は幸せを願って素晴らしい男性と結婚しました。しかし彼らは幸せでいられず離婚しられたんです。また違う男性と結婚して幸せを求めましたが、何度も彼女の心の中ではその幸せが失望へと悩みへと変わってしまいました。井戸端で彼女はイエス様と出会いました。イエス様と出会った彼女の生活は完全に変わったんです。ヨハネの福音書9章には生まれつき盲人であった者がいました。
彼はイエス様と会って、これまで自分の心から生じる考えについて言ってきましたが、自分の心から生じた考えとイエス様の導きと大きな違いがありました。自分の考えについていく間、自分の人生を変えてみようと一生懸命努力しましたが、でも彼女は全く自分の人生を変えることができなかったんです。この盲人はイエス様の話を聞いて、これまで自分の考えについて生きていた生活を変えて、イエス様の心に従って生きる生活に変えました。この人に大きな変化が生じたんです。すべてが変わりました。生活が変わって、話すことが変わって、食べるものが変わって、本当に変わったんです。今度私は会員の現場で捉えた女がどう変わったのか話をしたいと思います。世の中で不幸に生きたいと願う人がどこにいるでしょうか。悩んで心配して生きる人がいるでしょうか。私たちの力によって、知恵によって、この悲しみと恐れから逃れ出しますが、しかし私たちは軟弱で力が弱いから打ち勝てず倒れてしまうことがよくあります。会員の場で囚われた女は悲惨な人生を生きるしかなかったんです。しかしイエス様と会ったその瞬間、彼女が驚いた事実の一つが、自分が考えてたこととイエス様の考えとと全く違いました。彼女はびっくりしたんです。本当に驚きました。でこの話は彼女がある日会員をしたことから始まります。会員の現場で捕らえられました。イスラエルではその会員して捕らわれたら石に打たれて死ぬことになっていますが、会員の土場で捕らえた女を人々が捕まえて引きずって、そして石打ちしようとしていました。たくさんの人々がその手に石を取っていて、彼女に唾を吐いて罵って、そして髪の毛を取って引っ張っては足で蹴り飛ばして、そして峠に連れて行きました。たくさんの人は石を持っていました。そこから逃れる術は彼女には何にもありません。足で蹴られたら蹴り飛ばされて、罵られたら罵られて、唾を吐かれたらただ唾を吐かれて、彼女には何の術がなかったんです。彼女を引っ張っていました。そして言ったんです。こういう人はただ一周地すればいいんだけど、果たしてイエスのところに連れてたら何と言うんだろうか、果たして一周地するように言うだろうか、どう言うんだろうか。イエスは罪人を愛すると言っていたけど、もし一周地なさいと言ったら罪人を愛すると言ったら、その言葉が嘘になってしまう。そして罪人を救うために来たと言うけど、しかしもし一周地するなと言ったら、それは律法を犯したことになる。これは非常に興味深いな。果たしてイエスが何と答えるかな。とにかくこの両方が今どちらになってもかかってしまうんですね。だから私も実際話をするとき、通訳のことを考えなきゃいけませんが、私も正直に言います。私が絶対にこの通訳を憎んだからこんなこと言ったわけではありません。先ほど話したのは申し訳ございません。私も話しているのが夢中になってそういうことを考えられませんでした。イエス様を石打ちするように言っても、これも、そして殺すなと言ってもおかしいんです。今日はイエスをついに捕まえ、捕らえられる日だと。そしてイエスのところに引きずってきました。そして彼女をイエスの前に立たせて、
そしてこの彼らを人々は囲んでみていました。みんな手には石を取って、そして石を投げつける準備をしていました。一人の人が言ったんです。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法でこのような女を石打ちするように命じましたが、あなたは何と言われますか？もし石打ちするように話せば、罪人を愛すとおっしゃったそのイエス様はその言葉が意味がなくなってしまいます。もし打ち打ちするなと言ったら律法を犯すことになってしまいます。こう言ってもああ言ってももう道がないわけです。彼女とイエスがいて、そしてたくさんの人々が集まっていました。そこで一人の人が話したんです。そして今度はイエス様の口から一体どんな言葉が出るかを待っていました。イエス様は何もおっしゃらないで、ただ指で地面に字を書いておられました。人々はみんな静まり返りました。一体何を話すかと待っていたんです。そしてイエス様は立ち上がって話しました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。人々はびっくりしました。そんな回答が返ってくるとは夢にも思っていなかったわけです。これまで人々は女性がその女が罪を犯したからその人を殺そうとしたわけで、自分の罪を考えたことはなかったんです。でもイエス様は罪のない者が先に石を投げなさい。その話を聞いた、いたそこに人みんなは自分の心を見始めたんです。果たして自分には罪がないだろうか、自分には本当に罪がないんだろうか、自分は果たして清いんだろうか。清くないんです。そして彼らは恥ずかしくなりました。会員と女の罪だけを考えて石打ちしようと していましたが、しかし彼らも会員と女とは全く変わらない罪人であることを発見して、一人一人石を下ろして帰ってきました。しばらくしてもうみんなが去って、イエス様と彼女だけが残りました。イエス様がその女に言われました。夫人、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？そこには誰もいませんでした。誰もいません。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。この話の中から私は非常に驚くべき事実を発見しました。彼女が姦淫という罪を犯すとき、ほとんどの人々は淫乱な心が生じて姦淫を犯すと考えますが、実際それは正確な答えではありません。淫乱な心が生じたからといって勧誘したとすれば、勧誘を犯してしまう人がどんなに多いんでしょう。で、彼女はなぜ勧誘を犯してしまったんでしょうか。淫乱な心がありました。でも心の一方では勧誘したい気持ちが生じていますが、しかしもう一方では違う、もし勧誘したら石打ちされて死んでしまう、石打ちされて死んでしまうはずだと、それを思うと勧誘する人は誰もいません。聖書を読んでみると、サタンはいつも私たちを誘惑する心を入れますが、悪な霊が彼女に囁くんです。きっとこんなに真っ暗い夜には誰もお前が勧誘していることに気づかないだろう。ああそうだ、誰も気づかないな。彼女が勧誘を犯してしまったのは、それは彼女の心から生じたその悪な思いによってしてしまったわけです。私は刑務所で10年間囚人を教えて教育してきました。たくさんの殺人囚、そして数十年の刑を受けた人たち、彼らに御言葉を伝えて、時間の空くたびに
彼らとたくさん会話を交わしました。ある日のことを家にいました。電話がかかってきたんです。電話を取りました。スウォン刑務所でした。スウォン刑務所の教務課長が私のところに来たんです。彼が電話上で言ったんです。私は極東放送のパク・オークス牧師の御言葉を聞きました。パク・オークス牧師であることも知っていて、また極東放送も知っていたのですが、でもパク・オークス牧師の電話番号が分からなくて非常に気になっていました。でもある日、このグッドニュース誌という雑誌が我が刑務所に送られてきましたが、私たちはこの検疫を検出していますから、時々そういうものを見ます。グッドニュース誌をこう開けてみると、最初にパクオクス牧師のメッセージが見えました。そこでグッドニュース社に電話をして、パクオクス牧師の電話を入手したと。一度スウォン刑務所に来てはどうでしょうか。スウォン刑務所に行きました。たくさんの話がありました。刑務所の教務課長が我が刑務所の中で聖書勉強してくれませんかとお願いしたんです。毎週月曜日聖書勉強を行いました。そこでたくさんの囚人とお会いしました。たくさんの殺人囚とも会いましたし、そしてさまざまな罪を犯した人たちと会いました。彼らと会って話をしているうちに、非常に興味深い事実を発見しましたが、彼らが泥棒をしたり強盗したり罪を犯したときに、彼らは強盗したり罪を犯したら刑務所に来ることは知っていたので、でもしこの捕まってしまったら刑務所に行ってしまいますから、だから人々はあまなかなかしません。しかし罪を犯して刑務所に入る人の中の共通点があります。こういう罪を犯してもこうすればきっと捕まらないはずだ。その考えがその彼の中で彼を心を掴んでしまうわけです。でも結局捕まってしまいます。捕まったら刑務所の中で考えるんです。ああどうして自分は捕まったんだ、ああ自分が指のこの指紋を残してしまったんだな、ああ あの時手袋をしていたら捕まらなかったはずなのに、彼らは早く刑務所から出たがります。今度はこのゴムの手袋をしていれば捕まらないだろうとそう信じるわけです。ゴム手袋をして反抗しますが、でもまた他の理由で捕まります。で今度はどうして捕まったんだ、ああこうすれば次は捕まらないな、今度は出所してまたやってまた捕まります。ほとんど刑務所に一度入った人たちは一回で終わりません。何度も何度も入ります。金義尊牧師は刑務所にいました。彼はそこで罪の許しの本を読んで罪の許しを受けました。彼は刑務所で16年の刑を受けて生きていました。で刑務所を出所する3ヶ月残したその時に彼が考えたことは、刑務所の中にはキリスト教指導者、仏教指導者、カトリック指導者、3種類の指導者がいますが、キリスト教指導者、仏教指導者、カトリック指導者は
その刑務所の中でほぼあのこのこう政治に近い形でいきます。非常に誠実で犠牲的で非常にいい人です。彼らは刑務所の刑を終えて出所しますが、握手をしてもう戻ってこないよ。なぜなら刑務所の中で15年16年生活して、刑務所の中では罪を犯せませんから、10年間一度も罪を犯したことがないから、ほとんどの人たちはもう自分はこのきれいになったと、もう戻られないと考えますが、しかし出た後に彼らが考えることは、ああこうやったら絶対捕まらないだろうと考えます。出た後6ヶ月後に帰ってきたり、そして早い人は1ヶ月後に帰ってきます。ほとんどが帰ってきます。金義尊兄弟は救われた後、神様が彼に知恵を与えました。この事実を発見したんです。彼らは刑務所の中では本当に清い人で、イエス様のくらいだと言っていいくらいに非常にきれいな生活をしますが、でも彼らは言います。ああもう自分はもうここに帰らない、もう自分は全てやめたんだ、もう15年間罪を一度犯していない、もう罪を犯さない。出た後みんなと言ってはいけません。ほとんどが戻ってきます。キムソン兄弟は、あ自分も最初はこの戻らないとそう考えましたが、でも自分がもし刑務所から出たら、キリスト教指導者、仏教指導者、ほぼこの聖者のようになって、自分はでもそれでも自分は帰るしかないんだな。しかも彼が罪の許しを受けてから、それまで彼は自分の知恵で生きましたが、しかし彼の知恵ではない、イエス様の知恵が彼に入ってきました。あ自分は刑務所に必ず戻ってくるんだな、自分はこの刑務所で一生生きるんだ、ほとんどの人たちは出ては帰ってくるけど、その時から不安になり始めました。どうすればいいんだろう、誰か私をここから救ってくれる人はいないかな、罪の許しを受けたけど、あまた自分が帰ってきそうだ、あ本当に胸が痛い、あ誰かが私を引っ張ってくれないかな、ね、彼は完全に信仰とは全く関係のない生活をしていたので、誰も知り合いなかったんです。その時彼はふと思い出しました。以前罪の許しの本を読んだのですが、その著者である私に電話をしたわけです。先生、私は16年間刑務所で生活しました。私は何月何日出所しますが、私はまた勤務所に戻りそうで、先生どうか私を助けてください、どうか私を導いてください、私が行ったら私を導いてくれませんか、そのような手紙がありました。当時私がテジョンで生活をしていましたが、来てくださいと言いました。彼が父に手紙を書いたんです。お父さん、私は何月何日出所しますが、一度お父さんとこのご挨拶をと思いましたが、しかし戻ったら罪を犯したので、一度牧師先生のところに行ってそこで生活しようと思います。出所した後お父さんのところに行けなくてもどうかお許しください。もし今度機会があったら行きたいと思います。で父から手紙がありました。そうだそれでいい、お前と本当に会いたいが、だけどお前がそこに行くというなら私は我慢しよう。刑務所から出ました。それで刑務所から出て我が教会にいました。1年間いました。我が教会に空いた部屋があって、そこで生活をしました。キム・ギソン兄弟はそこで過ごし1年間がとっても幸せだったんです。まあ、教会のトイレ掃除を彼が全部しました。
毎日便器を石鹸で洗って、ああ今自分は10日経ったけどまだ刑務所に入ってない、ああ1ヶ月経ったけどまだ帰ってない。彼はすごく幸せそうでした。ああもう本来自分ならもうすでに帰ってるはずだけど、ああ今3ヶ月経ったけどまだ刑務所に行っていないんだな。あるいは非常に幸せでした。ああ6ヶ月が経ったけどまだ行っていない。1年間、彼はもう世界で一番幸せな生活をしました。そして1年が経った後、彼に宣教学校に入るように勧めました。宣教学校に入った後、非常に真面目に勉強しました。宣教学校の卒業をして、姉妹を紹介して結婚させました。そして一つの家庭を作って、牧会を始めたんです。本当に尊い神様のしもべとなりました。大事なことは、金義尊兄弟から自身を信じる心が崩れてしまいました。私は刑務所に行きたくなかったけどできなかった、自分はこのちゃんと行こうと思ったけどできなかった、だから自分を信じられず、自分ではこの刑務所から絶対逃れられないことを彼は正確に知っていました。ある人は一生懸命すればいい、刑務所に行かないように努力すればいい、ただ罪を犯さなければいい、そのように考えますが、勧誘した女はなぜ勧誘を犯してしまったんでしょうか。自分はこのように勧誘を犯した場合捕まらないはずだ、そんな心を持っていました。自分を信じる心を持っていました。刑務所の中で囚人の話をよく聞いていたら、皆さんその一つです、こうすれば捕まらない、捕まります、また入ります、また考えます、ああ今回はこれで捕まってしまったんだ、今度はこうすればいいと、また違う方法を思い出します。早くこの出て罪を犯すことを思うと彼らは快感を覚えます。それでまた出て行って捕まります。ああまた捕まってしまった、それでまた考えます、どうして捕まったんだ、ああ今回はこれを間違ってしまった、ああこれを改善すればいい、そうしたら捕まらない。刑務所に行ったり来たりしてる人たちはいつもそういう人ばかりです。刑務所から出た人の中でこのようなことを考える人がいます。これは自分の考えを信じているからだ、自分の考えを信じていたらまた自分は罪を犯すしかない、自分自身を信じちゃいけない、イエス様を信じなきゃ、この考えを持った人たち刑務所には入りません。でもこうすれば捕まらないと思う人はずっと刑務所に入ってきます。皆さん、高慢な人がどうしてギャンブルをする人は同じ原則を、同じ法則がありません。今回お金を失ったんです、ああこれは大変だ、ああお金をたくさん使ってしまったな、ああ借金をしてしまった、払わなきゃ、一体どうやって払えばいいんだ、お金をまた当たればいいんです、当てたいから、今回はなんだか当てられそうな感じがします、なんだか自分が当てられそうな感じがするわけです。でも勝つと思ったけど失ってしまいます。ああ前回も勝つと思ったけど失っていたなと、そのように思考が向くならそれは大丈夫ですが、しかしどんな考えが入るでしょうか。今回は取れそうなんです、今回はなんだか取れそうです。それでギャンブルをして全てを失って自殺をしてしまったり滅んでしまう人たちがいます。ほとんどの人たちは自身を信じているがために、私は1962年5月に技術可視化の試験を受けました。私はそれに不合格しました。特にこの身体上のこの欠陥はなかったはずですが、前歯が少し欠けていたんです。私はそれを問題にされると思っていなかったんです。私は
内科、外科、耳鼻科、それを耳鼻咽喉科を通って、最後に歯科を得てサインをもらったんです。しかし、サインの形が他の人たちと違ったんです。ちょっとお前のを見せてくれと。でも、ちょっとお前口を開けてみろと。口は何も問題がありません。ああ、自分は歯が欠けて通したんだなと、その時気づきました。軍医のところに行ってお願いしました。軍医が言いました。あなたはその新しい歯をつけられますかと。でも、そのお金がなかったんです。いや、できません。お金がないんですと。お願いしました。軍医が最後に私に話したことですが、たとえ私が辞表届を出してもあなたを合格させられません。奥歯ならまだしくも前歯です。どうやって合格にしてあげられますかと。そして私はこの力が抜けた状態で家に帰りました。それが私にこの私の人生たくさんのことを教えてくれました。それまで私はいろんなことをしてみようと頑張って生きてみようと努力しました。まともにできたことが何一つなかったんです。ああ、自分はダメなんだ。自分がやってできたことは何一つないんだな。あ、自分を信じちゃいけないんだ。そう思いました。会員した女が会員の場で捕まりました。彼女はなぜ会員を行ってしまったんでしょうか。こうすれば捕まらないという自分の考えを信じたんです。医師に訴えて彼女は引きずられていました。イエス様と出会ったんです。そして立法学者パリサイ人がイエス様に聞きました。彼女が会員の現場で捕らえました。モーセの立法でこのような女を石打ちしなさいと命じました。ところであなたは何と言われますか。イエス様は指で地面に文字を書かれたわけです。イエス様が文字で地面に指で指を書いて文字を書いてそして立ち上がって話しました。あなた方の中で罪のないものが先に石を投げなさい。彼女はその話を聞いてびっくりしました。何に驚いたんでしょうか。自分は非常に愚かに生きたわけです。罪のないものが先に石を投げなさいと。イエス様は自分の心を知っていました。そこに集まった全ての人の心を、人々はこの彼女を石で打ち付けなさいと言いますが、彼女の心の中に罪があることを知っていました。しかしイエス様は何も言わずにただ指で地面に指を文字を書いておられました。立ち上がってあなた方の中で罪のないものが先に彼女に石を投げなさい。彼女はびっくりしました。彼女は瞬間的に自分の知恵とイエス様の知恵を比較しました。自分はこうすれば捕まらないと信じたんです。自分を信じることがどんなに愚かなことであったのか。私1962年5月にその時私が悟ったことは、自分を信じたということがどんなに愚かなのか。自分を信じてできたことが何一つないんだな。皆さん申し訳ありません。私はそれでも自分はできる人だと思っています。自分は賢いと考えていました。私はマシな人と考えていました。なぜでしょう。私が周りがみんな愚かな人ばかりだったか分かりませんが、私はそれでもマシな人だと考えていました。しかし私は本当に何でもなかったんです。その日悟ったことは何か。私は本当に何もできないんだ。私は本当にバカなんだな。技術会社に落ちた人の何がすごいんだ。私は本当に自分が世の中で一番醜い人であり、また悪い人でした。会員した女はイエス様と会って何と話したのか。
ああ、自分は本当に愚かだけど、自分は何でもない人だけど自分を信じたんだ。そして、ああ、自分がダメだと思っていた、自分がこんなに知恵が足りない人なんだな。あの方は、ああ、そこにいる人たちをみんなの心をご覧になっているんだ。そして彼らが持っていた石をすべて地面に落としたんだ。ああ、あんな知恵を持っていらっしゃるんだ。なのにどうして私は愚かにも自分の知恵の中で生活しただろうか。あの知恵を得たいな。あの知恵を手に入れたい。あの方を心の中に迎え入れたい。ある日のことです。一人の青年を呼びました。お前に話したいことがあると言いました。私がこの説に話したんです。私が刑務所で10年間教えましたが、このように考える人はほぼ刑務所に行っていました。あなたを見ると、あなたがそういう心を持っている。あなたが刑務所に行かなくて今よかったけど、あなたのような心を持っている人はほとんどが刑務所に行く。あなたの心はこうこうこうなんだけど、あなたの心を変えてもらいたい。びっくりしていました。その兄弟が私に話しました。先生、ありがとうございます。先生のおっしゃる通りです。心を変えます。助けてください。あ、先生、私は本当に刑務所に行くような人です。その兄弟が本当に変わりました。今は非常に誠実に働いています。授業をしていますが、もちろん難しいこともありますが、今よくしているようです。まあ、見えるものがありますが、刑務所に行く人の心、会員を行った人の心、泥棒をした人の心、彼らの心の中ではみんなそうです。ギャンブルをする人がこうです。自分の考えを信じます。以前、田舎では遠征のギャンブラーが来ます。都市で最高の権威のあるプロのギャンブラーが来ます。彼らは銀行にお金をたくさん貯めておいて、そしてギャンブルをするんです。でこういう人たちは田舎で遊んでいるそのギャンブラーにこう負けてあきます。彼らはこのことにもう専門家ですから、ずっと負けてあげるんです。それで相手が、ああ、自分は今賭博ギャンブルが上手なんだなと思う人の時、思うようになるまでずっと負けてあげます。相手は自分がずっと勝ち続けてるから、愚かにソウルから来たそのギャンブラーはわざと負けてあげてるのに、そのことに気づかないんです。そしてある日、ああ、自分がこのできると相手が思った時は、その時から彼らは勝ち続けるんです。一度失っても、あ、自分はよくできる人だというその考えにとらわれています。あ、今まで自分よくできていたけど、今回はうまくいかなかっただけだ。次やれば必ず取れそうな気がするんです。なんだか取れそうな感じがあって、そしてお金を稼いだ時のその気分が、その快感が心の中で作用するから、普通は1回2回
負けたらもうそこでもやめればいいのですが、しかしこの人には以前勝ったその嬉しい心がありますから、お金を手にした時のその喜びがあって捨てきれないんです。今回はなんだか勝ちそうです。失います。失ってもまた今度こそは取れそうな気がするんです。少し考えられる人は、さっき取れそうだったけど、なくした失ったでしょ、で今回も勝ちそうだけどまた失ってしまう可能性があるでしょうと、そのような考えが正しく入ればもうギャンブルをやめますが、しかし今度こそはまた取れそうな気がするんです。あ、今回は失ったけど次は勝てる、そのような考えを持っています。麻薬中毒者も同じです。麻薬には39というものがありますが、麻薬の39はコカからコカインを取り出すときに、純粋にコカインを取り出せるならそれは 100% のコカです。人々がこのコカの木からのコカインを取り出すときどんなものか分かりませんが、ある人はこの化合薬品を使うそうです。でコカインを取り出すときにその薬品を使うと倍以上の量を取れるそうです。39というものは 99.9% ですが、 99.9% は一般の化合薬品が含まれていない純粋なコカです。純粋のコカは体の中に入るとすぐにそれが分解されて小便として出て体にとどまる時間が短いんです。39というようなそのものを使って注射をしてもらってもその場合はこの体からすぐ出ますから中毒になる場合がそうありません。しかしこの売る人たちは39だと売っていても、39だとそれをこの区別する方法もありませんし、ほとんどが化合薬品の混ざったコカインです。それは1回2回するだけでもすぐに中毒になってしまいます。コロナは体の中に入りますが、化合薬品があって体の中にとどまる時間が非常に長いんです。それで1回2回だけですぐに中毒になってしまいます。中毒者になると耐えられません。そして一生棒に振ってしまうわけです。最後に人々が決断を下すときに自分を信じています。私は1962年に技術可視化の試験に落ちました。それ前も日本に行こうとしていたことを、また他のことを始めようとしていたのですが、全て失敗したわけです。でその日私がしたことはたった一つです。自分の考えについていけば滅びる。自分の考えについていたとき、私は全てダメになってしまった。自分の考えについていたときにダメだと、それが心の中で確固たるものになりました。私はたびたび自分の考えについていくこともありますが、しかし恐れを覚えます。あ、自分の考えについていたら滅びる。私は牧会をして、たくさんの誘惑もあれば人間的な方法もありますが、しかし私がそうできなかった理由が一つあります。自分の考えについていけば滅びるということが、これが正確だったんです。私を信じなかったんです。会員した女がイエス様と出会ってびっくりしたことは、自分がどれだけ愚かなものであったかを知りました。彼女は高校をすれば捕まらないとそう思ったわけです。
その日生まれて初めてイエス様の知恵を見ました。イエス様はそこに集まった人たちの心をみんな見て見通していたわけです。イエス様の知恵ある一言が、あなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に石を投げなさいと言った時、彼らはみんな罪を持っていました。勧誘した女や立法学者、パリサイ人も持つところなかった。人の心を見通す力があって、勧誘した女を救い出すだけの力が、知恵があって、彼女を生かせるだけの力があって、生かせる心がありました。皆さん、ただこのイエス様を見たらよく分かりませんが、皆さん聖書を見ていても何の変わりようがないように見えますが、しかし聖書を読んでみると、私たちは到底この知恵まで至れません。私たちから出たこの知恵は決して私たちを支えることはできません。自分のこの力、自分の知恵は心から生じるその誘惑に勝つことはできません。勧誘した女は考えます。一体何ということだ。あの方はここにいて全ての人の心を見通していたんだな。あなた方の中の罪はないものが最初に彼女に石を投げなさいと言ったら、一人も石を投げつけられないまま逃げていくことを主はすでにご存知だったんだ。あの方は私を罪から救う方法をご存知だったんだ。あの方にはそんな知恵があったんだ。あの方にはそういう力があったんだ。でも自分は一体どんな生活をしたのかな。自分は非常に醜いものでありながら、自分が非常に何も知らないものでありながら、自分を信じてしまっていた。自分の考えについていってしまった。こうやっていけば自分が捕まらないと思った。彼女はイエス様の知恵を発見して、自分を生かしてくれて感謝もしていますが、彼女の心の中には、私もあのような知恵を得たい。なぜ私はあのような知恵を無視して捕まらないというその自分の考えについていって勧誘したのかな。捕まらないと思うからギャンブルをして、泥棒をしたら捕まらなさそうで、こうこうしても大丈夫そうで、そのように自分の考えを信じる心がありました。私はイエス様を信じる信仰を持った人ではなかったんです。大事なことは、それまで私は自分を信じていました。しかし自分を信じることがどんなに愚かなものであるかを知ったわけです。それを正確に知りました。すべての部分において、たびたび教会の中で、教会の中で私がこう近くいたい人がいて、もう少し優しくしてあげたいと思いますが、イエス様はそうしないのに、兄弟姉妹にもう少し優しくしてあげたくても、公平にしてあげなきゃいけない。でもある人にはよく、ある人にはそうじゃない、そういう生活をしてはいけません。私はこのたびたび、この自分の近くにいる人、自分の味方になる人をそう考えていました。でもイエス様はそうしなかったんです。私は一度も自分の味方をつけたことがありません。私を思う人を一度も立たせたことがありません。なぜなら主が私を思ってくださっているからです。私はもう滅ぶものであります。私は聖書を通して主の心を学んで、勧誘した女はイエス様と出会った時、もし私にあのような知恵があったら、私は罪を犯さなかったはずなのに、あのような知恵をもし学んでいたら、より明るい生活ができたはずなのに、もし私があのような知恵を学んでいたら、イエス様にはそのような知恵があるのに、自分はあの知恵を無視して、
自分を信じて、会員したらきっと捕まらないだろうと考えて、そして今は死ぬんだ。会員した女は初めて自分にはなかったイエス様の知恵を発見しました。もう私はあの方を信じよう。もう私は自分を信じない。自分を信じてできるようなことが何もない。一番どんなに愚かだろうか、自分も信じたんだ。自分を信じてこれまで一体何とたくさんの失敗をしたことだろうか。そして今ついに殺されなきゃいけない場にまで来てしまった。イエス様の知恵がないとき、その彼女はイエス様が何と話すかを待っていました。指で地面に文字を書かれました。そして立ち上がって話したんです。あなた方の中で罪のないものが最初に彼女の石を投げなさい。彼女の彼らの心の中にあった罪を思い起こしてあげました。その知恵、彼らの罪を悟らせ、会員した女を生かしてあげたその知恵、その愛。立法学者パリサイ人は豪華な服を着て、彼らはいました。イエス様はたびたびイエス様にエルサレムにいらっしゃったら、昼に御言葉を伝えて、夜にはオリーブ山に登って寝ました。私はたびたび考えてみました。私は金町にいた頃、私に家がなくて大変だったんです。その時神様が家を与えてくださいました。その日、心から イエス様、あなたはオリーブ山で寝ました。雨が降っていた時、一体どこで雨宿りをしましたか。雨が降っていた時、一体どこの下で身を隠しましたか。私が最初引っ越した時、部屋が4つありました。非常に部屋が良くて、大きな部屋3つ、そしてこの1部屋でこの弟子が4人寝たら12人が寝れます。小さい部屋一つはイエス様に、ああこのような部屋がエルサレムにあってイエス様の近くにあったなら、ああ主に捧げたかったのに。主よ、私にこのような部屋を与えてくださるのですか。で、今はその当時のこの家よりも少し広くなりましたが、非常に主に感謝しています。そして主が私に与えてくださること一つ一つ一つ、本当に恵みがあふれます。ご飯を食べていることだって、そして寝ることだって、服を着ていることだって。主を考えたとき、今自分があんまりにも贅沢に生きているようで、ああ主はこの地にいらっしゃったとき、このような生活をしなかったのに、主が生きていらっしゃった頃、どんなに大変な生活をしていたでしょうか。服も多ければ、私はいい車もあって、また食べ物だってよくて、主を言った私は一体何でありましょう。主が受けなければならなかったその栄誉を私が受けていますか。会員した女はその日、自分を信じるということがどんなに愚かであるかに気づきました。主にはあのような知恵があるのに、主にはあのような能力があるのに、なぜ私はあの知恵を得られなかったのだろうか。なぜ自分は自分を信じたのだろうか。その日、会員した女は自分を否認したはずです。1962年5月に私は技術可視化の試験に落ちて、6月、7月、8月、9月、10月、5ヶ月間、私はその時考えたことは、自分を信じれば滅びるということに正確に気づきました。私はそれまで自分をもう信じなくなりました。私がもし自分を信じていたなら、
私がまた間違い過ちをしたかもしれません。私は主を信じることが非常に良かったです。神様、私がどんなに愚かなものであるか、どんなに醜いものであるか、そして肝心の女は誰も救えなかった彼女をイエス様が救ってくださって非常に驚きました。愛する皆さん、皆さんみんな若くて、皆さんたちはこの青少年たちで、皆さんを信じれば、この皆さんの心の中に悪魔が良くないそうというそういう考えを入れます。しかし皆さんが皆さん自身を信じたら失敗するしかありません。イエス様を信じれば死ぬしかなかった肝炎の場合捉えた女を生かした知恵があって、能力を得ることができます。イエス様の知恵を少し知って、自分の考えを捨てて、イエス様の心に従っていきました。千も万も主がすべて祝福してくださり、また祝福を与えてくださることを発見しました。皆さん、これから皆さんは自分の考えを捨てるとばかり考えないでください。自分の心を正確に計算してみて、皆さんの心と主の心を発見し、そして比べてみてください。ああ、自分がしたことは罪ばかりで、自分は滅ぶことしかしたことがありません。イエス様の恵みが自分を祝福を導いてくださることを発見するんです。カイン氏と女はその日家に帰るとき、彼女は何も言いませんでした。主の傍らに彼女はただ感謝の心だけでいっぱいになっていました。そんな知恵が一体どうやってできたんでしょうか。自分は一心に抱いて誰も自分を救えなかったのに、国会議員が来ても市長が来ても自分を生かさなかったはずなのに、主はあなた方の中で罪のないものが先に石を投げなさいと、その一言だけで私を生かしてくださって、その主の知恵が、そのような知恵があったなら、こんな苦しみを得ることがなかったはずなのに、私もこれからその主の知恵によって生きたい。もう自分は自分自身を信じたくない。それで自分の考えを捨てて、聖書の中にあるイエス様の知恵、主がおっしゃった通りに生きて、祝福された生活をすることになると信じます。私がそうでした。自分を信じる心を捨てて、そしてイエス様の心を受け入れて、イエス様の心で生きる間、主が私の中で生きて働かれました。世界中で福音を伝えられるようにしてくださいました。道を開いてくださったことがとても感謝です。会員した女はイエス様の知恵と自分の知恵を置いて比較してみたとき、以前には知らなかった素晴らしい事実を発見しました。自分の知恵とイエス様の知恵が比べられないことを知りました。未だに私たちの中にたくさんの人たちはイエス様を信じていても、自分の考えに従って生きる人たちがたくさんいます。失敗しながらも、過ちをしていながらも、今回こそはできそうで、麻薬中毒者、ギャンブルをする人、また犯罪を犯す人、みんな愚かな自分の中にある考えを信じます。この考えを全部捨ててイエス様を信じれば、イエス様の知恵が皆さんにイエス様のように生きれるようにしてくれます。イエス様が明るく力を持たせて生きることと信じます。もう時間になってしまいました。遅い時間ですが、皆さんどうか幸せであってください。たびたびイエス様の知恵と皆さんの考えを前に置いて、自分がいかにどうしようもないものであるかを発見して、皆さんの知恵を捨てて
イエス様の知恵を得ることになると信じます。すると皆さんはイエス様と同じ人になります。神様が喜ばれることになって、千も万も主が恵みを施してくださると信じます。お祈りいたします。聖なる神様の前でお祈りいたします。カインと女はカインの現場で捕らえられましたが、誰一人彼女を生かせる人はいませんでした。でイエス様がいらっしゃって、イエス様の知恵によって彼女を生かし、彼女の心に希望を与えて、感謝を与えて、イエス様の心を入れてくださいました。彼女がイエス様と同じ心で生きるなら、今小さなイエスとなってこれからこの世を照らすことになると信じます。今日で世界中からたくさんの若者が集まりました。神様が彼らを祝福してください。サタンに騙されて自分の考えに従って生きるのではなく、イエス様の心で生きられる尊い神様の子にしてください。私たちがイエス様に似始め、私たちの生活の中でイエス様が現れることを望みます。感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたしました。アーメン。皆さんありがとうございます。